こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、その春服、ひょっとしたら古いかもというテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、それにしても時間が流れるのって早いですよね。まあ、僕自身ですね、現在40代前半なわけなんですが、気持ち的にはですよ、36ぐらいのイメージなんですね。実年齢と精神年齢というところで、5個ぐらいですね、開きがあって、なんかこう、まだ40代というところがしっくりきていなかったりするんですが、時間の流れは早くてですね、かつては自分にとってしっくりきていた春服が今改めて見てみるとなんか違うなとか、これそのまま着ていていいのかなと悩まれる方きっと多いと思うんですね。まだ基本的には寒い日が続いていますが、そろそろ衣替えも検討する季節かなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、このタイミングにこちらの動画しっかりと見ていただいて、この春服を今年も着るのか、それとも手放すのか、そういった判断の一つとして今回の動画を使っていただきたいなと思っています。なかなか第三者がですね、その春服古いですよなんて言ってくれませんので、なるべく今回はですね、分かりやすい形で街で観察する大人の男性にありがちなちょっと古くなってるかなという春服を具体的にですね、ご紹介したいなと思っていますので、ぜひですね、一つのエンタメ感覚で楽しんでいただきたいなと思います。また NG だけお伝えするのもやっぱり無責任なので、そのような古っぽく見えるようなアイテムをどのような形で変換すればいいのか、ちゃんと正解の形もお伝えしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、まだの方はチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからは具体的にですね、ちょっと古臭く見える可能性のある春服をですね、皆さんと一緒にシェアしていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はシャツというジャンルですね。僕も動画の中で最も多く取り扱うのがこのシャツというジャンルかなと思うんですね。着るだけで襟がついているので適度な綺麗さと大人っぽさを作ることができるので、マストアイテムかなと思うんですね。ただそのシャツにも緩やかな変化がありまして、数年前のシャツを着てるとちょっと古臭く見える可能性があるので、ぜひ注意をしながら見ていただきたいなと思うんですが、まず一つ目はこちらのイラストのようなシャツになりますね。いくつかポイントがあるんですが、まずはシャツのですね、デザインなんですけども、シンプルな白ベースなんですけども、ところどころにアクセントが込められてるんですね。例えば左胸のポケットの部分ですね、切り替えで生地がちょっと違ったものが付けられてたりだとか、あとは腕ですね、これ七分丈になってるんですけども、これを裏返すと切り替えの生地が付けられていまして、これまたアクセントになってるんですね。パッと見なんですけども、おしゃれっぽく見えたり、ちょっと可愛い感じがするかなと思うんですが、このようなシャツはちょっと古い感じがするので手放した方がいいかなと思います。で、こちらのシャツなんですけど、よく見ると袖なんですが、これ七分丈ぐらいになってるんですね。僕が今着てるものはフルレングスですね。ちゃんと長さのあるものなんですけども、ちょっと前までは七分袖とかちょっと短めのですね、半袖よりは長いけど長袖よりは短いみたいな、腕をちょうどまくったぐらいの丈の長さになっているようなシャツがあったんですが、結構これがですね、古っぽく見えるので、個人的にはこのようなシャツは手放した方がいいんじゃないのかなと思います。あとはシャツのサイズ感もすごく大事だなと思ってまして、ちょっと前のシャツって結構タイトなものが多かったんですね。あとは着丈の長さですね、これも結構短めでお尻がまるっと見えてしまうような丈の長さのものが多かったんですが、そういったものは子供っぽく見えますし、30代後半から40代の大人世代にはなかなか素敵に見えづらいのと、今っぽくは決して見えないので、こういったものがもしあったら積極的に手放した方がいいかなと思います。じゃあどのようなシャツを取り入れればいいのかというと、基本的には無地なのかもしくは柄物なのか、はっきりと分けた方がいいと思います。無地なら無地で特にアクセントはいらないんですね。例えばこちらのようなブルー無地シャツですね、これは僕のブランドで作っているものなんですが、シンプルなレギュラーカラーで無地のブルーです。で、サイズ感は少しゆとりがあって、着るだけでちょっと今っぽい雰囲気が出るような、そんなシャツになってるかなと思います。で、無地のシャツだとちょっと退屈だなと感じる方には、このようなストライプ柄のシャツですね、同じくこちらも僕のブランドでやってるものなんですが、このようなストライプ柄というのは着こなしの良いアクセントになりますし、かといってうるさく見えすぎないので1枚あると便利なんですね。なので柄を入れる際にも正統派のストライプですね、このあたりを使っていただければまず間違いがないかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。
はい、続いて2点目はですね、アウター行ってみたいなと思うんですが、春のアウターとして1枚あると便利なのが、シャカシャカ系のナイロンジャケットみたいなジャンルですね。僕のこれまでの動画の中でも結構皆さんにご紹介してきたんですね。いろんなブランドをお伝えしたいと思います。ノースフェイスだとか、パタゴニア、アークテリクスだとか、まあそのようなブランドですね、皆さんにご紹介していますが、まあスポーツブランドだけではなくて、GU だとか、ユニクロだとか、セレクトショップのオリジナルだとか、そういったところでもこういったスポーティーなアウターってやってるので、1枚あると便利なんですが、まあその中でもちょっと古臭く見えがちなのは、こちらのような、ちょっとこう、色合いですね。綺麗な色ではあると思うんですよ。グリーン系とブルー系の2色を使ったようなものなんですが、鮮やかなので、結構ですね、悪目立ちしてしまうんですね。このようなスポーティーなアイテムというのは、デザイン的にもカジュアルな分類に入ってくるので、その中で色をカビにしてしまうと、子供っぽく見えたりだとか、あとは今の雰囲気に合いづらかったりするので、個人的にはこのようなツートーンのものだとか、綺麗な色とか派手な色を使ったナイロン系のジャケットは、ちょっと手放した方がいいんじゃないのかなと思います。で、どんなものを選ぶべきなのかというところで言うと、これはですね、まあ今一番いいのは、やっぱりノースペースのコンパクトジャケットなんですね。いろんなものを僕もですね、毎シーズンチェックするんですが、やっぱりですね、価格面でもある程度買いやすくて、デザイン的にもベーシックで使いやすい。そして、ブランドネームとしてもある程度認知度があるんだけども、まあスタイリッシュなイメージも少しあったものの方がいいかなと思うので、まあそういったものを全体的にバランスをとって考えると、ノースペースのコンパクトジャケットは結構超えるものがなかなか出てきづらいんじゃないのかなと思います。まあそれぐらい完成度は高いので、まあ色であったらブラックかニュートープかですね。僕のチャンネルではこの2色をお勧めしているので、デザインはシンプルで1色のみでですね、構成されているものをゲットすると、まあ大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、ぜひこういったものに買い替えていただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、ニット類行きたいなと思うんですが、その中でも春に T シャツだとかシャツの上にさらりと羽織ると様になるですね、カーディガンですね。このあたりもあると便利なんですが、まあ、このカーディガンも緩やかに流行が変化していますので、例えばこちらのイラストのような薄手でタイトで、なおかつ、袖は七分袖。またはパイピングといってですね、縁取りがしてあるようなニットというのは、ちょっとこう古臭く見える可能性があるので、手放す対象になるかなと思っています。カーディガンっていうのは僕も大好きで、これまでいろんなものを買ってきました。かつてはですね、結構薄手でタイトなものを着てきたんですね。まさしくこちらのイラストのようなフィット感のものをよく着てきたんですが、最近カーディガンを着る際にも、トレンドのサイズ感というところを活かしたような、少しゆとりのあるようなフィッティングのものが増えてるんですね。そして体のラインを拾わないような少し中肉厚のものが増えてきてるので、そういった流れを考えるとタイトでなおかつ薄手のものというのはちょっと古臭く見える可能性があるんじゃないのかなと思います。あとはデザインのアクセントとしてパイピングですね。この縁取りがしてあるというのもちょっとこうトゥーマッチな感じがするというか、やりすぎ感があるのでない方がいいディティールかなと思います。また先ほどもお伝えした通り、七分袖っていうのは結構あらゆるジャンルであったりするんですが、注意が必要です。七分袖のカーディガン、七分袖のシャツ、七分袖のジャケットとかそういったものもあるんですが、やはり袖の長さはしっかりとフルレングスであるか、もしくはもう半袖だったら半袖っていう形にした方がバランスがいいかなと思うんですね。まあ、通常よりもちょい短いぐらいの感じというのは注意が必要かなと思うので、まあ、このようなカーディガンはもし持っていたらこのタイミングに断捨離するのはいいんじゃないのかなと思っています。じゃあ代わりにどんなものをお勧めしたいのかというと、このようなアーバンリサーチのですね、オリジナルのカーディガンですね。まさしく先ほどお伝えした通り、厚みで言ったら中肉厚で、サイズ感も少し緩さがあるんですね。肩のラインを見ていただくと、先ほどのイラストのニットに比べると、だいぶ落ちた感じがしますよね。まあ、このようなものの方が、よりですね、体型もうまくカバーしてくれますし、今のトレンド感にも合いやすいので、30代だとか40代の大人の男性にも結構似合いやすいので、まあ、こういったものを優先していただければなと思っています。はい、続いて4点目はですね、こちらのイラストのようなパーカーですね。まあ僕自身もパーカーは好きで、40代になってからもちょこちょこと着てきました。ただ30代に比べると、年々ですね、着用する機会は減ってきたような感覚があるんですね。まあどうしてもフードがついているので、カジュアルなので、自分の見た目の雰囲気と、パーカーの持つカジュアルさというところのバランスがちょっとずつ取れづらくなってくるというのが、40代の特徴かなと思うんですね。まあ40代中頃、後半になってくると、ますます難しいので、そもそもフード付きのパーカー自体は
ちょっと考え直した方がいいかなと思うんですが、まあその中でも、例えばこちらのようなですね、背中側にプリントが入ってたりだとか、まああとは胸にプリントが入ってたりだとか、何かワンポイントプリントを用いたようなものというのは、パーカーというだけでもカジュアルなのに、その上でプリントが入ることで、もう劇的にカジュアルになりすぎてしまうので、かなり注意が必要かなと思います。まあパッと見はおしゃれに見えますし、なんかワクワク感があるんですよね。無地のパーカーだと、それこそ部屋着っぽくて、つまんないなって感じる方がいらっしゃると思うんですね。ここは結構落とし穴で、なんかシンプルなものだと、ちょっと何かを盛りたくなるんですよ。何かを盛った方がおしゃれに見えるかなということで、プリントの柄が入ったりだとか、パイピングを入れてみたりだとか、ボタンの色をあえて違ったものにしてみたりだとか、切り替えを使ってみたりだとか、こういった分かりやすいようなアクセントというのは、一通りですね、着ると失敗しがちなんですね。なので、避けておいた方が、まず間違いがないかなと思います。ですので、プリントが入ったパーカーは、ちょっともう手放すか、もしくは部屋着にしていただくのがいいかなと思います。あとは、パーカーの形でも、ジップアップ式と、プルオーバーという被りタイプが2つあるんですが、まあ、ジップタイプ式というのは、ここ数年ちょっと旬なアイテムではないので、まあ、できればプルオーバータイプがいいかなと思います。具体的に言うとですね、こちらのようなパーカーですね。もうデザインで見てもらうと、かなりシンプルですよね。一切ロゴですとかプリントは入ってないですし、ポケットの付け方もいわゆるカンガルーポケットみたいなですね、外付けの分かりやすいポケットではなくて、サイドから差し込めるようなシンプルなポケットの付け方になっているんですね。そして素材の質感もツルッとしていて、少しですね、上品な雰囲気が漂うような微光沢も含めて楽しめるような、こういったダンボールプルオーバーパーカーですね。このようなものは大人の男性にもまだ使いやすいかなと思います。カラー展開いろいろとあるんですが、まあ、シャープに見せるんだったらブラックがいいですし、あとは春らしさというところで言うとアイスグレーですね。このあたりも清涼感があってすごく大人の男性には似合いやすいかなと思うので、もしパーカーを着るのであればクリーンに見えるような本当にミニマルなこういったパーカーがあるといいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目はボトムスですね。こちらに入りたいなと思ってるんですが、今回手放した方がいいかなと思ってるのが、こちらのようなベージュのチノパンですね。僕の動画の中では結構ベージュのチノパン難しいですよというお話をしてるかなと思います。これチノパンに罪があるわけではないんですよ。これ結構皆さんにですね、誤解させてしまっていて、僕の責任だなと思うんですが、チノパンを素敵に着こなすこともできるんですが、ごくごく一般的な男性が、なんとなくチノパン履いとけば大丈夫かなという感じで履くと結構失敗しやすいのがベージュのチノパンなんですね。まあそういった点を含めてあえて強調するようにしてるんですが、今までですねご紹介してきた NG のチノパンというのはちょっとゆったりとしたダボっとしたですねチノパンですね。このあたりをご紹介することが多かったんですね。じゃあこういったものではなくて細身のスキニーに近いようなチノパンだったら OK なのかというと、これまた難しいんですね。例えばこちらのようなベージュの細身のチノパンなんですけども、ちょっと前まではこういったもの流行っていて履いてる方も多かったんですが、まあ、流行も変化をしていまして、今はスキニーだとかタイトすぎるようなものというのはあまり旬なアイテムではなくなってきてるんですね。そして僕たち30代後半から40代以降の世代には細身のボトムスって相性がめちゃくちゃ悪いです。これなぜかというと体型もですね昔のようにスマートではなくなってくるので、その上でスキニーとか細身のものを着ると肉感が出ちゃうんですね。しかもベージュって、まあ、ヌードカラーと呼ばれるようなこう肌の色に近いような感じでもあるので、より生々しい感じに映ってしまうので、ちょっとこれまた注意が必要かなと思います。で、もう一つポイントがあって、これ細身の上で結構丈が短めですよね。七分丈ぐらいになってるんですね。で、ここもですねちょっと前に流行ったんですね。足首だとかちょっとこのあたりを見せながら軽快に履くとこなれ感が出るよみたいなことがですね言われることもあったんですが、このような七分丈というのはちょっと今旬なタイミングではないので手放した方がいいかなと思います。もし短めのものが好きな場合もですね、靴とボトムスがギリギリ触れるか触れないかぐらいですね、これぐらいがバランスがいいかなと思います。まあ、その場合肌だとか靴下はそんなに見えないんですが、歩いてる中で自然な動きが出てくるとちょうどくるぶしぐらいが覗くので、それぐらいはいいかなと思うんですが、こちらのイラストはちょっとさすがに短すぎるかなと思うので、七分丈だとか八分丈もちょっと難しいかなと思うので、そういったボトムスはですねチノパンに限らず
手放すのがいいんじゃないのかなと思います。じゃあ具体的にどんなボトムスがいいのかというと、こちらですね。もう今まで何度も何度も擦り倒してきました。グリーンレベルのオルマイパンツのシルエットが個人的にはかなり理想的だなと思っています。これはテーパード型と呼ばれるようなボトムスで、もも周りは適度にゆとりがあるんですね。ここがタイトなのがスキニーだったりするわけなんですが、もも周りには適度なゆとりがあるので、肉感がそこまで強く出ないんですね。ですが、そのままストンと落ちると、ワイドシルエットなボトムスになってしまうんですが、膝から下にかけて徐々に細くなっていくので、ちゃんとですね、綺麗な足のラインというところは見せることができるんですね。ふくらはぎって太ももに比べると、人によってサイズ感が大きく変わる場所ではないので、太もも部分ですね、ここが肉がつきやすいんですよ。なので、テーパードが効いていて、膝から下にかけて細くなっていくというのは、意外といろんな方に似合いやすいかなと思うので、こちらを優先した方がいいかなと思います。まあ、ベージュカラーも、おしゃれ中級者から上級者の方が、あえてちょっとワイド感のあるようなクラシックなタック入りのもので履くのであれば、結構おしゃれに見えて素敵だなと思うんですが、まあ、ややっぱり難易度が高いので、僕が選ぶのであれば、ミディアムグレーだとか、このあたりの色合いですね。もしくは、もうオフホワイトだとか、ホワイトのようなパキッと綺麗な色にしてしまうのも、意外と使いやすいかなと思うので、シルエットに関してはテーパード型、色に関してはグレー系とかが使いやすいですし、もし明るめを選ぶのであれば、もうちょっとはっきりとしたオフホワイトだとか、そのあたりを選んでいただけるとすごくいいかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではその春服ひょっとしたら古いかもというテーマで、まあ、合計5点ですね、ちょっと古く見えがちなものをですね、皆さんにご紹介させていただきました。結構街でいろんな大人の男性を見てみると、このあたりのアイテム着てる方は今でも非常に多いです。やはり流行というのは緩やかに変化していくので、それに合わせて定期的に、まあ大体感覚というと5年に一度でいいので、ちょっとクローゼットの中を一新するような感覚がすごくいいんじゃないのかなと思います。まあ大きく分けると、やっぱりサイズ感ですね。ここがタイトシルエットのものを履いてる方とか着てる方、僕ら世代には多いかなと思うんですが、少しゆとりを加えてもいいかなというところですね。あともう一つはですね、シンプルなアイテムにちょっとしたアクセントを加えたものですね。これは危険なので結構避けた方がいいというところですね。チェック柄がちょっと細かく入ってたりだとか、ボタンの色が変わってたりだとか、例えば袖の長さですね、シャツの袖が短かったりだとか、ボトムスの裾が七分丈だったりだとか、このようにちょっと意図的に短くしてしまっているものはちょっと避けておいた方が無難かなと思います。またはですね、ディティールですね、ちょっとチェック柄の切り替えが入ってたりだとか、ボタンの色がちょっといつもとは違っていたりだとか、このようなところってパッと見はおしゃれに見えるんですが、そういったものを買ってしまうとちょっとこうチープに見えたりだとか、全体のバランスを乱してしまう可能性があるので、もう本当にベーシックでいいんですね。そのあたりのデザインのディティールというところは、あまり凝りすぎたものを選ばないというところはすごく重要かなと思うので、このあたりを踏まえながら今後のお買い物にも活かしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っていますが、まあ、普段の動画の中ではなかなか触れることができないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっと通向けのですね、専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信を行っています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。またなかなか普段ですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日皆さんにお届けしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、まあ、様々なおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。